ハローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきます。アセローラちゃんとの試練を終えてエーテルハウスに戻ってきたんですが、後ろがハウ君とスカルダンいますね。では話しかけてみたいと思います。なんか大変なことになってる気がします。何かな。おや、案外早かったじゃないか。あ、プルメリさん、あんたら子供相手にもたもたしてるからさ。さてと、あたいの出番だね。登場しましたね。あんた言っただろ、次邪魔したら本気でやっちまうからって。あ、ここで再戦ですね。アセロラさんとの再戦、あ、違った。プルメリさんとの再戦。アセロラちゃんも隣にいたけど、これはスカルダン幹部のプルメリが勝負を仕掛けてきた。一人で戦うのかな。行ってみたいと思います。まずは出てくるのはゴルバとジュナイパー。行け。ではでは、なんとか勝ちたい。今一つなんですよね、結構それが多いので。まずは影の井からやっていきます。ゴルバとは早かった。まあ大丈夫だ。危ない危ない。ジュナイパー、影の井だ。行け。さあ放て。入りましたね。もう逃げられないよ、ゴルバット。ここからついばむをしていきましょう。ゴルバット独特の牙、うわー、スナイパーのついばむ攻撃。 HP が、体力が半分になってしまってる。スナイパー大丈夫。経験値が926。あ、いいですね。エンニュート、エンニュートかー。いや、入れ替えましょう。エンニュートはちょっと、毒炎系だと弱いので、張り手山、交代します。はい、張り手山頑張って。エンニュートを繰り出した。令和カキさんの主ポケモンと同じエンニュートですね。こういう時は、岩石。あ、毒が先に来る。毒になっちゃう。張り手山。頑張って、猛毒浴びてる。張手山は岩石封じ。どうだ、もうちょっと。効果は抜群だけど少し残ってますね、毒が。ダメージ受けちゃう。もう一回岩石封じ、これでいけるけど弾ける炎が先に来る。あ、よかった、張手山が頑張ってくれてました。はい、よかった。ということでこれで勝ちましたね。あ、張り手山35レベル上がりました。よし。あ、月光ガも41レベル、嬉しい。ガーディも31レベル、ブビーも25レベル、上がってきましたね。スカルダン幹部のプルメリとの勝負に勝った。はん、自分が矢になっちゃうね。賞金として4200円手に入れた。姉子ありがとうございます。あんた大したもんだよ。ま、子供相手に手間取るのもわかる強さか。ただポケモンを返してほしければあんた一人で来るんだ。ポケモン？ボスがお待ちかね。なんだ？ポータウンのアタイラのアジトで。スカルダのアジトに行くの？ポケモンを返してほしければ。え、うう、負けちゃいけない。勝負は楽しくないよ。ね、みんな大丈夫？それが一番気になります。ハウ君も落ち込んじゃってたけど何があったの？ポケモン？やんちゃん許せない。っていうかスカルダンの割に頭いいことしちゃって。そこ？ポケモンを返してほしければダイス一人でポータウンに来いって。私なんですね。あいつら言ってたよね。スカルダンの連中はポータウンを根城にしてるの。15番水道にいる着物の人を探せば力になってくれるかも。着物の人、これあげるから。ヤンちゃん、ヤングースのこと、あ、ありがとう。不思議な飴もらいました。ヤンちゃんはヤングースのことだったんだね。ヤンちゃん助けに行きましょう。15番水道の着物の人探しに行こう。着物の人こっちですね。あ、エリートさんがいるけど
あ、エリートさんに捕まっちゃった。アローラ挨拶はしてくれるんですね、アローラではでは、エリートトレーナーの勇気が勝負を仕掛けてきた。2体出てきますね。回復してないけど大丈夫かな。サンド、あ、レーションフォームのサンドだ、かわいい、白い白い、びっくりした、初めて見ました、サンド。そうか、そうしたらそうだな、水系で攻めたいので、バックではないですね、ポケモンを月光ガに変えましょう。はい、シュナイパーお疲れ様、行け月光ガ、アイアンヘッド、うわかわいい、効果は今一つのようだ。よし、水手裏剣しよう、月光ガの水手裏剣、どう、何回当たるかな、1回、いけいけ、2回、もうちょっと、あ、3回出てる、よし、やった、3回当たった、相手のサンドは倒れた。月光ガに絆の力がみなぎって、絆変化、きたきたきた、来ましたね、サトシ月光ガ、スキーン、こうかっこいくてすごく好きやった、よし、あ、ピカチュウもレベル35に上がりました。ガラガラが来る、このまま行きましょう、ガラガラ、はい、うわー、カキの試練のカキさんのところでガラガラ戦いました。もう一回水手裏剣だ、月光が、頑張れ、1回、もう一回、よし、強い、ガラガラは倒れた、効果は抜群、2回当たったよ、よーし、エリートトレーナーのユキとの勝負に勝った、アローラ悲しそうだ賞金として2244円手に入れた、だいぶもらえますね、ありがとうございました。着物の人、あ、いた、え、着物の人、あなたは誰ですか、あ、足元は普通に靴なんだね、やれやれ、今日はどういう日かな、え、こんな寂れたところに人が来るなんて、ギーマさん、まあいいさ、勝負をしようか、え、私ギーマが投げるコインがどうなるか当てるがいい、裏か表かどちらでもない、これはどちらでもない、どちらでもないってどういうことなんだろう、縦、どちらでもないにしてしまいました、大丈夫かな、どうなるんですか、ギーマさん、すごいね、上空を舞うエアームドにコインを取らせるつもりだったのに、え、そんなんだったんですか、かっこいい、君は勝利した、噛んでいけました、サメ肌のライドナンバーを受け教えるから乗りこなすがいい、サメ肌、うわー、ライドギアサメ肌をもらいました、おせっかいながら説明しようか、はい、サメ肌にライドすれば B ボタンの Z で案内はもう壊せるさ、おせっかいついでだ、はい、16番道路をさらに越えるとポータウンという街がある、はい、スカルダンがタムロしてるからうかつに近づかない方がいい、そこに、そこに行きたいです、ポータウン、どこなんだろう、ここでいいのかな、行ってみます、新しくもらったサメ肌はこの辺だったら使える、あ、行けます、はい、あ、ライド普通にこっちになっちゃった、ラプラスじゃなくてサメ肌、わー、わー、すごい、おー、あ、すごいすごい、ジェットスキーみたい、わー、これも壊れる、すごい、どこなんだろう、今ちょっと迷子中ですね、私キッチンに行きたいんですけど、ここで合ってるのかな、ちょっと登ってみました、ポケモンセンター、あ、16番道路来れてる、よかった、ちょっと回復も兼ねて寄り道しようと思います。あ、ジガルデキューブに吸い込まれる不思議な生き物も発見、みんなを回復させてあげないと、でも道合ってましたね、よかった、休ませてあげます、この先
スカルドのアジトっていうことだったんですけど、どこにあるのかな。16番道路の奥の方ですよね、きっと。よし、こっち。あれ、技マシンがある。ここからはいけないのかな。あれ、おじさんがいる。はい、やはり我が子のブチがブチ切りですな。ダジャレっぽいね。眼福、どのブチもいいが、ブチ切りは右の子だな。濃厚で深みあるブチと絶妙な配置はアートだ。そうなんですね。ここらへん、あ、ここ通れる。やったー、モザマシン。シザークロス見つけた。シザークロス？なんでしょう。ちょっと覗いてみようと思います。新しい技マシンはこれ、シザークロス。虫タイプだ。今覚える子いないですね。鎌や爪をハサミのように交互させながら相手を切り裂く。あ、ちょっと良さそうな感じです。アブリーに持たせようか迷いますね。よし、ではでは奥に向かいたいと思います。多分道なりでこっちだと思うんですよね。違うのかな。裏裏の花園合ってる？教えて。ポータウン怖いけど中を探してみようと。こっちがポータウンで合ってるのかな。裏裏の花園、ポータウンはここですか。はい、ジカルテキューブに吸い込まれた。違うのかな。ポータウン、ポータウン奥、こっち。17番道路、あれあれ、でもなんかスカルダンいる。合ってるような気もしますね。あれ、行ってみます。これスカルダンの人だよね。真面目が嫌いでよ。スカルダンやってるのに真面目に下っ端してるぜ。あ、やっぱりスカルダンの下っ端さんだ。こっちで合ってるみたいですね。よかった。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。野党漏れが出てくる。さっき回復もしたのできっと大丈夫。ジュナイパー行こう。野党漏れ。雨が降り始めた。戦うにしてついばむ。ジュナイパーのついばむ攻撃。もうちょっとですね。悪巧みしてる。ハテナがいっぱいです。あーこれなんか可愛いな今の。もう一回ついばむだ。ジュナイパーのついばむ。よし、ヤトウモリは倒れた。オッケー、よかった。ブビーも27レベル上がってきましたね。スカルダンの下っ端との勝負に勝った。真面目にやってても結果出ねえことあるよな。あるねでも頑張ろう。賞金として1056円手に入れた。結構もらえるんですね、ここのスカルダンの下っ端さん。こっちの道は逆だから違う。はい、あ、なんかいる。何、なんだよ、スカルダンに入りてんのかよ。違います、呼ばれました。待って、それゼットリング？あ、つけてるね。なんだって真面目に島巡りしてますよ。はは、分かったよ。あたいら島巡りを諦めた連中を笑いに来たんだね。なんか話が飛躍してしまった。いきなり現れて笑われてたまるかよ。あ、バトルになるんだね。お呼ばれしたんだけどな。これは二人一緒に出てくる？あ、二人一緒に出てくる。スカルダンの下っ端とスカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。女の子のスカルダンの方も久しぶりですね。ゴーストとスリーパー。行け、ジュナイパー、ピカチュウ、頑張ろう。
では雨も降ってるな。戦うして影縫いをこっちゴーストに、でピカチュウはボルテ、これスリープ、影縫いをまずはゴーストね。一発でいけるかな。よし、いけたいけた、効果は抜群。相手のゴーストは倒れた。次はピカチュウの番です。はい、ピカチュウはお、月光ガム42レベル、やった。ん、身代わり覚えたいんですか。ちょっと見てみましょう、ノーマルの身代わり。あ、分身を出すんですね。分身は自分の身代わりになる。あー、諦めよう。すいません、月光ガム。ガーディも32レベル上がりますね。敵討ち、敵討ち好きなんですよね。どうしようかな。火炎車40でしょ。うんと、炎、火の粉、火の粉忘れよう。はい、ガーディは火の粉を忘れて敵討ち覚えました。ボルテッカー頑張れ。あー、反動のダメージが、ヨガのポーズされてるよ。ピカチュウは回復させてあげたい。さっき買ってくるの忘れた。どうしようかな。よし、そしたら、うん、木の葉にしよう。スリープに木の葉ね。でピカチュウは電気ショックをスリープにしておいて、多分木の葉でいけると思うんだけどな。よし、いけた、よかった。ボルテッカー反動があるの忘れてましたね。やってしまった。いやー、ピカチュウレベル36上がりますね。学習装置でそれぞれ経験値ももらって、下っ端2人組との勝負に勝ちました。レベル違いすぎて自分で笑っちまうな。ひー、島巡りで鍛えすぎだよあんた。賞金として2176円手に入れた。笑いに来たんじゃないです。え、強いの嫌い、あんた入れてあげない。あれ、いなくなっちゃった姉ちゃん。え、どなたですか。あなたはどなた。え、なになに、なんだか入れたそうだけど、いいのかい。中に進むなら覚悟が必要だぜ。スカルダンとして生きるにしろ、スカルダンと戦うにしろ、あるのかい覚悟ってやつ。はい、ということで無事にスカルダンのアジトにたどり着けました。よかった。ちょっとね、サメ肌のライドがすごく楽しかったです。あとは入る前にちゃんとね、回復薬を買ってからまた戻ってこようと思います。うん、ピカチュウにあげられるのが少なかったです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。次回はここのスカルダンのアジトの中行ってみたいと思います。それではまた、 See you!